中山秀幸の有楽町で会いましょう。社交ダンスを3年ぶりにね、3年ぶりにちょっとテレビの番組でね、今日その腕前をですね、ちょっとどうしたらいいんですか。いや、せっかくですから、ちょっとでも ね、簡単ですから。そんな、ちょっと教えていただけます。ちょっと、ま、基本的なもんですけど、ちょっとこう手を、じゃあマイク持ちましょう。はい、はい、どうぞ。右足を引いて、で左足は今度は横へ、はい、おお、で揃えて今度は、左足を前、この繰り返しです。おお、もう一回。足がガタガタ言ってリハビリみたいに見えますけど、リハビリじゃない、リハビリじゃない、そう踊ってんだよ、リハビリじゃない、リハビリじゃない、すいません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 でした。ごめんなさい。右ね、右下げて、はい、左横、おー、左前、はい、はい、はい、1、2、3、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、うわー、ぐるっと回って、お見事。ありがとうございます。お見事でございます。どうでした、石川さん。上手ですよ。うん、俺ちょっと石川さんも初めてはどうですか。いや本当にね、お年関係なしに、いやいや、そうじゃなくて、本当ですか、結構ご年配の方も多いんですよ。大丈夫ですか、年齢関係なく。年齢、年齢、年齢、リハビリみたいでしたね。いやいや、最初どうしようかと思いました。ひめちゃんがリハビリって言うから、ね、いや、リハビリもなりますよ。で、いろいろとこう、まあ、お仕事もそうですけれども、はい、歌手になる前は、はい、あ、宅配便の運転手、宅配便の運転手やってましたね。運転しながら、はい、無線があるんですよ、はい、で、今どこどこ出発したとか、どこどこの荷物を下ろしたとか、集荷したとかっていう、そういう話するんですけど、おい西方、なんか一曲歌えよって、そのマイクでなんか一曲歌えよって、無線でですか、他の車 の、 あの仲間から、はい、波の谷間に命の花が、兄弟船歌ったら、無線で歌ったんですか。無線で歌ったら、あれって、あの本社にも入ってるんですよね。あ、それ全部入っちゃったんですね。で、あの本社から、本社のあのその係の人から、西方君、歌うまいけどやっぱ仕様で使っちゃまずいなみんなに聞かれちゃったんですね。みんなに聞かれましたね。っていうぐらい、でもみんなが認めるぐらいもう歌がうまくて、ちょっと一曲やってよっていうぐらいよく言われてたんですね。そうですね。モテて困った話、強いて言うならもう幼稚園とかくらいの時。あ、ずいぶん遡りますね。幼稚園の時はね、自分で言うのもなんですけど可愛かったんですよ。まあ今も可愛いよね。今も可愛いです。いや、そんなことないんです。幼稚園の時は本当になんかもう本当に女の子に囲まれてました。あ、女の子がねえねえっていつも来るんだ、はい、遊ぼうよみたいな、うんうん、はい、あ、いつも囲まれて、はい、今日は誰と遊ぼうかなみたいな。いや、そんな性格悪い子。ジャングルジムはどの子にしようかな、誰と登ろうかなってそれ言ってないですよ。でも幼稚園ぐらいの時はすごい。そうですね、そういうのを感じます。登ろうかなと思います。まだまだ、はい、自分でモテたって思ったことないんですけどね、はい、モテるのが普通になっちゃうと気にならなくなっちゃうというけどね。いやいやいや、そんな普通じゃないですね。これからまだまだと、今だと思いますね、ね、ということでございましょう。